皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい。今日は2024年11月5日火曜日になりました。今日はですね、これね、ちょっとわかんないかもしれませんけど、これあの、新幹線の駅に併設していますですね。あの、一人だけで、えー このテレワークができる、リモートワークができるというスペースの方で、今日はですね、初めて利用してみたんですけど、スイカを使ってやってみるやつですね。これね、なかなか面白いんで、またちょっと追ってですね、ステーションワークというサービスなんだけど、またね、いつか、えー、レビューしてみたいなと思ってるんですけど、はい、えー、そんな中で今日ですね、多分時間になったらなるかもしれませんけど、やっていきたいと思います。はい、今日のテーマはこちらになります。ご覧ください。どうぞ。 はい、新潟県の長岡造形大学で教えています情報リテラシー論第7回目。 多様な連絡手段のインフラ化ということについてお話をしていきたいと思います。90分の授業でお話している内容を15分で振り返るっていう内容になっています。さらには、学生の方から質問をいただいたものに対して時間の限り全てお答えするっていうものはですね、15分をオーバーした場合は、YouTube のメンバーシップのムービー会員の方に限定公開するっていう形になっていますので、よかったらですね、デイリー会員、 190学びます。これでも便利なんですけど、ムービー会の入っていただくとですね、フルで、えー、視聴することできますので、よかったらよろしくお願いします。はい、ではですね、早速なんですが、えー、こんな内容でしたということで、えー、レジュメですね、えー、一気に見ていきましょう。はい、こちらです。 えー、今回は連絡手段ということでメールの話からですね、Gmail の話、ショートメールの話、そして LINE の話、SNS の DM の話、そして Zoomdown テレビ会議の話、みたいな形でやっていった内容なんですけど、えー、この内容をですね、少し振り返りながら、そして授業できなかった部分をですね、少し解説を加えながらですね、やっていきたいなと思っていますのでよろしくお願いします。はい、では早速なんですが、見ていきましょう。 はい、多様な連絡のインフラって何だよって話ですね。えーまあ、今まではインフラといえば鉄道とか道路とか公共施設とか公共料金に関することみたいなのがインフラだったんだけど最近では通信もですねそして SNS みたいなものインフラになりつつあるねっていう話ですね。はい、5分前になりましたということですね、えー、5分切れたらどうなるかっていうこともです、ね、ライブ配信でやっていきたいと思っています。 はい、では早速なんですが、はい、スライド見ていきましょう、こちらからです。まあ、連絡手段の変遷とジェネレーションギャップということで書きました。まあ、ここに、ね、留守番電話とかダイヤル Q2 とか、ね、ポケットベルとか携帯電話、電子メール